LH さん、高校3年生女です。父は医師で美容外科系、母は薬局兼エステを経営。豊か。母は父を、十数年もサポートしたものの、感謝の一言もなかったために嫌気がさし別居。しまいには血圧200超え。そんなことあんの。胆のうにポリープ。しかし父は金がないの一点張りで、母は仕事を休めずずっと死にたいを連呼。これを号泣して止める日々が何年も続き疲れました。まあ豊かなお家にもいろんなことあるんだね。そんなに家族っていう形態にこだわんなきゃいいのにね。別れちゃえばいいのにね。それも多分なんだろう、 LH さんのことを思って別れらんないのかな。でも思わない？なんか俺はもう小学校の時に両親が離婚して、それを理解して、なるほどと。うちの父ちゃんと母ちゃんは LH さんに優しいかどうか分かんないけど、うちの父親も母親も離婚はして俺と一緒に暮らしたりはしなかったけど、母親はね、父親がこう、まあ、追い出しちゃったから一緒に俺らと暮らすことができなくて泣いてたし、だからそれでも愛情があるってことはすごくよく分かったし、号泣しながら俺らと最後の別れをしてったんで、愛されてるなっていう風に感じてたし、父親に関しても僕らを親権を取って、僕らを引き取ったんだけども、一緒になかなか暮らせなかったりとか、家にほとんど帰ってこない日が一緒に暮らしてる時もほとんどだったし、で最終的には他に仲いい女性ができて、まあ、その女性と一緒に暮らし始めて、そうだね、俺らは子供だけで暮らすっていうことになったんだけど、それでもまあ彼は、まあ、俺は、まあ、俺らの生活をなんとか貧しいものにしないために、最良の選択として、お仕事を、そのまま その女性と一緒に会社やるっていうことを選んで、その会社があるのが、その向こうの自宅だったもんだから、そっちに移って仕事をしてたけど、だから、まあ、俺らと会うときは愛情深く、俺らに接してくれてたし、そういった気持ちがあったから、全然その離婚したことに関しても責めたことも一度もないし、まあ、しょうがないよなと思いながらいたから、だからなんだろうね、お父さんでもお母さんでもさ、多分 LH さんと同じ人間で普通の人だから、お父さん仕事を お医者さんでさ経営してようが、お母さんもエステやってようが薬局やってようが普通の人だからさ、しんどいことはしんどいし、嫌なことは嫌だから、俺だったらそんなに嫌なんだったら離婚すればって俺は言うけどね。自分たちの幸せを第一に生きた方がいいんじゃないって俺だったら言うけどね。まあ、高校3年生の LH さんにこうやって言うのは、まあ、俺みたいな育ちしてたら親がいないことにも慣れてるからこう考えちゃうんだけど、俺 LH さんの苦しみに寄り添ってあげることは俺の経験とか知識ではなかなか難しいんだけどさ、 LH さんもだからそんなご両親を見て、そういう暮らしを自分はしないように今いっぱい勉強して、自分できちんと自立できるような能力を大学行ったりとか、その先の社会で手に入れて、でお父さんの方に着くのかお母さんの方に着くのか、まあ、それともお父さんお母さんこのまんま頑張っていくのか分かんないけど、でも死にたいみたいに言ってるお母さん、ね、今のまんまじゃない方が俺はいいと思うけどね。でもやっぱお嬢さんの支えはかなり大きいと思うんで、ぜひ支えてあげて。どうしたらいいか、ちょっとね、いいアドバイスはないわな、ごめんな。